テロップ書けない。テロップどうしよう。どうしようか。あ、本当だ、テロップ書いてなかった。キラキラにしよう。頑張るにしよう。こんにちは。頑張る。超普通のテロップ。公園だよ。あ、レインボースターありがとうございます。こんにちは。これ、なんでこうなってんだ。今日は30分ここでやって、あ、待って、おとぼけさんとありがとう。ありがとう。今日はね、そう、ありがとう。ありがとう。がいます。ありがとう、おとぼけさん。映してもいい？ありがとうございましたわ。いい？ありがとうね、本当に。ありがとう。こいつ今、ありがとうわってずっと言ってる。ありがとうわ。ありがとうございます。おとぼけさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうね、本当に。赤すぎでした。あ、おめでとう。揃っちゃったらうるさいんだけど。何？ごめん、揃ったらうるさいから。そうだよ。本当にそうだよね。うさん、ありがとう。ありがとう。ファイト。ありがとう。年寄りさん。ありがとう、本当に。ありがとうございます。お菓子ありがとう。かわいい。ありがとう。今日は全然よろしくお願いします。今日は全然なんです。ななちゃんが代打で出てくれました。お菓子様ありがとう。嬉しい。ちゃんとお菓子だ。鼻かゆいな。受付の人、あ、受付ありがとう。鼻かゆいな。なぎこっち来たら。え、そうだよ、なぎこっち来て。あ、そういうこと。あ、じゃあそっち。でもこっちにもあるよ。うん、おいで、おいで、おいで。え、タクゾーッチいっぱいありがとう。お菓子。仕事で来たくて、お、お疲れ様。公園行きますよ。え、嬉しい。今日はね、あのね、平日久しぶりに8人飲んだよね。え、そう。ね、やばいね。久しぶりに8人。2ヶ月ぶりぐらい。うん。久しぶりすぎるね。それな。そう、だから。ありがとう、ここも。全座頑張ってね。ありがとう。頑張ります。全座ガールズ。何分やりますか？あ、またそれをテロップに書こう。ね、時計台持ってなくない？私見れるやつ。天才でしょ、見れるんだ。やばい。あ、私だけスマホが。ルーラー使えたら、ね、分かる。ルーラー使えたらほんと便利だ。え、2分まで。え、6時2分までだよ。まあまあ体調大丈夫、大丈夫でーす。私はちょっと体調大丈夫じゃない。でもね、声ずっと喋ってるとね、声がやばくなっちゃう。あー、くまさんありがとう、かわいい。ありがとう。何の曲やりますか？教えるわけないだろう。そうだよ、シークレットコードなんだよ。8人だよ。ありがとう、ほんとたくさん。こんにちは。学生っぽい。え、いや、風邪治ったんだね。いや、でもね、完全には治ってないんだ。ありがとう、野球も。ね、何の風邪なんだろうね。ね、喉風邪。本当に分かんないわ。でも、お医者さん行ったらさ、うん、あの、喉チラって見て、うん、喉風邪だ。で、終わったから。普通にマジで。うん、じゃあ、それは喉風邪。喉風邪だ。喉風邪だ。喉風邪だ。喉風邪に違いない。うん、喉風邪だ、それは。そう。え、ね、いっぱいありがとう。お菓子いっぱい。ありがとうございます。はい、6位だ。ありがとうございます。すごい、上がったの？上がった。おめでとう、なぎちゃん。頑張ろうね。頑張ろうね。こんにちは。本当に。中学生に見る。え、嬉しい。若く見られてる。私はもう大人なので、大人の時間を使いなくて。すごいので、私は。仕方ないよね、でも。あ、えね、ありがとう、いっぱいお菓子たわ。公演後にできるかな。何時からできるかわかんないよ。横画面にしようかな。何時に終わんだっけ。8時ぐらい。8時半閉園。閉園、うん、ありがとう、レインボースターたくさん。待って、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。本当にありがとう。その時間8時半だったら8時45分ぐらい。え、でもさ、絶対配信すぐにはやらせてもらえない。あ、そうだね。あ、そうだね。どうなんだろうね。ありがとう、言っておく最初から。今日も22時からです。たくさんさん、ナナフロー、ありがとうございます。ありがとう。今の横顔投げちゃいました。からさ、やったね。あ、待って、大きいレインボースター、ありがとうございます。もちありがとう。何時だろう。8時半とかで多分できるのが。お見送りとかして。あ、そうそう、9時過ぎ。うんうん、もち9時半とかかな、配信できる。そんな遅い？それぐらいでも遅くてそれぐらいじゃない？だって着替えてから配信。確かに。え、私どうしよう。え、今日ごめんなさい、3時間できないかも。ありがとう、おまけ。ありがとうございます。え、できるでしょ。今何時間してるんですか？え、私今1時間半でこの枠で30分して2時間やって、あと1時間残ってるから9時には配信始めたいけど、なんかやろうと思えばできるけど、その環境が、うん、そうだね、
めっちゃ計算してる。お菓子ありがとう。まあ、でも頑張ったらできそうなの。そう、頑張ったらできそう。鼻筋美しいね。なんか ありがとう、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。ハッピーハロウィン、ホロありがとう、お化けありがとうそれは仕方ないよ、ありがとう。そう、ちょっともう2時間半くらいになっちゃうかも。ちゃんの他にももちゃんとサボリ、かわいい、ありがとうね。やっこかわいい。仲良しなの。仲良し、いつも仲良しなの。仲良しなんだよ、ね、仲良しだよ。なぎちゃんの受付で2列目だった。本当に嬉しい、よかった。やっぱ私今日運いいのか。お菓子ありがとう、星も野球も。お菓子食べちゃう、食べちゃう。4姉妹なんだよ。お菓子食べちゃう。こんにちは。ドラクエ持ってきた。ありがとう、ヨピーハロウィンだ。ありがとう。思ったんだよ。お部屋の人が隣って言われてる。は？ね、ナギが言ったんだよ、ももちゃん。いろんな。違う。だから私今日の朝飯もナギは私の家で。え、言ったの？言ってない。え、なんで知ってんの？言ってない。だからもうドキンだよ。え、なんで知ってんの？私の家本当にドキンになったから今日の朝配信で。ごめんね。え、なんで知ってんの？ごめん、ありがとう。言ったの？私が部屋汚いって言ったら、ももちゃんがもっと部屋汚いって言ってやってコメント来たから。なんでコメントの人知ってんの？え、ね、じゃあ私の話はどこから出てきたの？おかしいよね。攻めるよ。うん、おかしい。とことん攻めさせてもらうから。私本当にナギのことも家に入れないから。結構ガチだからこれ。ダメだ、言うのはダメだよ。中見てにいる、ありがとう。ありがとう。うん。怖いです。よくないよね。よくない。自業自得だよね、これ。よくない。それはよくないよ。ないっちゃう。これから公演、そうなの。おこですよ、おこ。あ、頑張れ、たくさんありがとう。今日前の調子悪いよ。え、いいでしょ、大丈夫だよ、かわいいよ、かわいいよ。完璧じゃない。あ、ペンちゃん、レンボスターたくさんありがとう。かわいいよだよ、なぎ。そんな人間らしさにだよ。かれてくん、守ってあげたくん。やっぱ手持ちだとさ、みんな酔っちゃう。あ、うん、私が持ってあげよう。いいよ、もっと苦しい。あ、でもあれなのか、おこはサボじゃ似合わない。似合わない。嘘、ウケる。何、今日のサラサラ感好き、ありがとう。デキン詳しく詳しく話しません。野球ありがとう話さないんかい。そう、話さない。お兄ちゃん久しぶりに見た。いっぱい見に来て。お化けだ。こんにちは。お化け可愛いよね、ギフト、うん、今日バッツンなんです。もう私配信、このイベントだったら絶対リアルばっかりするんだ。どういうか来た、あ、気のせいか。怖い怖い。今楽屋にいるメンバーで一番可愛いのは誰ですかって。ありがとう。それは私以外ですね。 あ、待って、サナイありがとうございます。ありがとう、サナイおめでとうさん。ありがとうさん、ありがとうございます。ありがとう。みんながさ、メールとかでさ、気持ちつらいよねって言ってきてくれるから。フォローありがとうね。なんとかセンプラ、お、おめでとう。それなって思ってみてる。ありがとう、言ってくる、どういうこと。頑張ろうね。おばけとありがとう、ほんと。ではでは、劇場に入ります。お、そっか、もうみんな劇場入るのか。そうだよね。そっか、ありがとう。そっか、そっか、そっか。劇場の中から見てんじゃない？じゃあ劇場の中でみんないろんな配信見てる。ああ、ありがとう、パンプキンたくさん。あ、コウモリいっぱいありがとう。ありがとう。立ち向かってみて、分かった。ありがとう。フォローだ、ありがとうございます。お化けとか、星も、ありがとうございます。こんにちは。もう早く歌いたいんだけど、まだ僕の調子が悪いね。ありがとう、かわいい。全然。ありがとうね、お化け。ありがとうございます。中ではスマホ禁止。あ、あそこの前にいるってことでしょ。え、そうなの、禁止なの。知らんかった。そうだね、多分あれじゃない、撮っちゃいけないとかそういう感じだから。治るといい。ありがとう、今日の。ありがとうございます。 NNB 劇場大丈夫だった気がする。あ、そうなんだ。うん、携帯持ち込んでた記憶がある。今何時だっけって座席の中から見れた気がした。気のせいなのか。
ありがとう、コウモリ。DM になりますね。ありがとう。見て、劇場に。配信慣れしてなすぎてさ。ありがとう。何がすごいのか。私も何も喋ってないよ。私もみんなのコメントをね。ずっとプニプニしてるから、ほっぺたら。ありがとう、お化け。ありがとうございます。今日の喉の調子、良くないよ。私も今日、調子良くない。前髪切った。切ってない。切ろうと思ってる。乾燥しまくってて大変なことになってる。切りたいんだ。ゆきありがとう。ありがとうね。ええ、どうなんだろう。2回目の本ガチ臭い。すごい。ガチ臭い。嘘臭い？ガチ臭い。ガチ臭い。ガチっぽい。私もちょっとガチっぽいな。うん、嘘。すごいね。すごいね。あ、ありがとう、待って。ありがとう。たくさんパンプキン。ありがとうございます。たくさんパンプキン。たくさんパンプキン。あ、ありがとう。レインボースターありがとうございます。ハロウィンの何も喋らないで顔面だけ見せびらかす。テレテレテレ、どう？ハロウィンナイタン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 です。歌えないです。そうしないと思うけど、顔面でもかい。いや、あんまりはしない。そうしないと思うけど、その通り。おお、今日もっと可愛くしたら、あ、おいだよ。何してんだよ。ほら、何やってんの。何やってんの。何やってんだよ。おかしいよね、これね。おかしいね。何やってんの。何やってんの。こんにちは。いや、ちょっとね。もうショックです。もう私配信切るわ。ももちゃんのファンがいたので。そうなんです。配信切ります。一緒に配信するとこういうねことが起きるんですよね。サービスです。そう。ガーレを堪能してください。泣かしたから。どんぐもちゃんを泣かした。あ、泣かした。誰泣かすやつ出てこいよ。出てきてます。ここにいるの。ここにいるんだ。ありがとう。仕事戻ります。ありがとう。仕事頑張ってね。頑張ってお仕事。頑張って。こんにちは。何？あんたも来てるよ。誰？マジで？人。どれどれ？いなくなっとっかい。あ、いないね。見落として。何やってんの？何やってんの？お菓子ありがとう。お菓子ありがとう。お菓子ありがとう。頑張れ、ありがとう。頑張るよ。お菓子で機嫌直してくれ。直す。あのね、昨日ね、みんなに、ね、言いたいことあってさ。何？昨日さ、違う、みんな、うん、あのさ、私のさ、うん、めっちゃ顔面国宝のさ、うん、後輩とさ、もういいわ。もういいわ、もう、ね、めっちゃ聞いた、それ。連絡最近めっちゃ取ってて、なんか私のこと好きなのかなって思ってて、うんうんうん、女の子なんだけど、うんうんうん、私全然そのこと好きだから、うんうん、なんかありがとう。おかしい。恥ずかしくなってきて、うんうん、どう仕事、うん、恋だね。恋だ。劇場ロビーから見てます。ありがとう。本当に可愛くて。それはね、うん、恋だよ。恋なの。なんかよかったね。おめでとう。幸せそうで嬉しいよ。胸が苦しい。これは恋。うん、恋だよ。恋だね。うん、恋だよ。恋だ、恋だ。恋。うん、頑張ってね、恋。頑張る。うん、応援してる。そうだよね、恋だよ。ずっと応援してる。あ、ぴったり3000だ。ありがとう。人肌、頑張ってね。ありがとう、パンプキン。人肌恋しくなる季節になりましたね。なんだ。お菓子ありがとう。見たいから5期受けさせて。だって絶対嫌です。
ありがとう、ダルマとハート、ありがとうございます。星もありがとう。あー、リンゴスターありがとうね。もう言ってて、もう15分ありがとうね、早いね、15分思ったでしょ、ね。私は何気に今日も全然緊張しています。何気にありがとう、お菓子ハートもありがとうございます。授業中教室の、うん、なんだっけその曲、初恋バタフライ、あーバタフライ、ひらひら飛んでる、ちゃ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 、あんな風に君のそばに行きたい。喉の調子が悪いんだ、楽しみ、やったそれが初恋はバタフライ捕まえないで、チェラチェラチェラ、ここね難しいんですよ、そう、そこの振りが難しい、そう、みんなでチェラチェラチェラ。レイちゃん緊張してますか？次は何時頃になりそうですか？緊張は次はしてないんだけど、いつも次はわかんないです、見て、でも9時半くらいになるかも、すごく緊張する。ありがとう、バケとコウモリ、全然久しぶりの人数、え、それな、ね、かそってたからね。うん、笑えないよね、笑えない、本当に笑えない、なんかね、楽しくなるよね、うん、ありがとう。なんか最近楽しくなる、本当にありがとう。お菓子もこの前サホと電話してたらさ、サホがさ、テレビ、何のテレビ見たの、なんかテレビ見て泣いてて、なんか誰サホ泣きして、あ、あれでしょ、仰天ニュース、仰天ニュース見て大号泣した。私もね、最近ね、ちょっとメンタルが、なんかメンタルが本当に来てるのか分かんないんだけど、うん、もうね、アンナチュラルのドラマ見て、鼻水垂らして泣いた。タンラタラに垂らして泣いた。もうやばい。もう最近ずっと泣いちゃう。わかる。ね。なんでこんな泣いちゃうんだろう。最近何で泣いたの？お菓子ありがとう。私テレビでめっちゃ泣いてる。一番了解して、ありがとう。え、わかる、仰天ニュースマジ泣けるね、仰天ニュースで泣ける、私で泣いた、え、わかる、飛行機墜落そのやつ、私それトラウマで、ね、ちっちゃい時見て、何それ、飛行機乗れな、乗る機会ないけど、うん、乗りたくない、頑張って、ありがとう、飛行機が一番乗れるものらしいんですよ、ありがとう、あと、そうなん、うん、女子会楽しそう、よかった、おフライン4個売り切れてる、え、そうなの、私がね、頑張って完売したいってみんなに言ったら、みんなが本当に完売させてくれた、嬉しい、ありがとう、本当にゾゾゾゾンビっ子ババババンビみたいな、ゾゾゾゾンビ、ゾゾゾゾンビ、ゾゾゾンビっ子、嬉しい、そう、なんか落選がこんなに嬉しいことないよって、ありがとう、お菓子もパチ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 、ありがとうございます、ありがとう、みんなのおかげだから、いつもかまいいっぱい話そうね、おかま、昨日のね、ドラマアンナチュラル私も見ようかな、泣けるんでしょ、だってアンナチュラル泣いちゃう、いや、アンナチュラルはやばい、ね、心が痛くなる、あ、そうなの、悲しい系だ、悲しい系だし、うん、なんか、あ、生きてるって当たり前じゃないなと思う。めっちゃいい話、え、だから私、昨日配信で、うん、もう配信中に、うん、なんか本当に生きてるって当たり前のことじゃないし、うん、ピッてて死んじゃったって言った、でも本当に当たり前じゃないなって思わされるから、見てほしいかも。でも、それ、え、でも、サホは絶対泣く。うん、泣くよね。うん、悲しいって絶対言う、電話の。電話の向こうで、もう悲しい、もうやめてあげてほしいって絶対言う。ドラマも絶対言う。絶対言うね、私。絶対悲しいって言うね、それ。なんか最近、人の気持ちを考えるドラマにめっちゃハマってて、うん、放課後カルテっていう、なんか子供たちが病気になる。あ、見た。あのさ、元スイちゃんの子が出てるよね。おいっすーか出てる、そう出てるの、うん、そう、本当にね、なんか考えさせられるの、ドラマ、うん、やばい、最近私悲しいドラマ、あの絶対レイドのシーズン3の第6話、何それ、誰が出てるの、どんな話、なんか絶対レイドっていう、なんか分かるよ、犯罪の確率が分かるみたいなやつで、そのドラマの話、あれネタバレね、今から超昔のドラマのネタバレします。愛を込めて僕から逃げて壊してほしいよ全部全部違う
そう、それでなんか6話が、その一緒に仕事をしてきた同僚の人が、実はその追いかけてた犯罪の人で、でもその犯罪者っていうのは実は人を殺してるけど悪い人じゃなくて、そのなんて言えばいいんだろう、犯罪をしてる人を殺してたの。だから正義で、待って、恨んでたとか、そう、なんか過去にそういうドラマがあって、その法で裁けてないその人たちのことを自分自らの手でその罰を下してただけで、本当に悪い人じゃないし自分でもやっちゃいけないことって分かってるんだけど、その人を殺しちゃってて、でもそれが同僚にバレて自分で死んじゃう。本当に嫌だ、もう悲しくて、私もやばい、立ち直れませんでした。いや、私タイタニック見てから立ち直れなかったよ。え、わかんの、私タイタニック怖いから見られない、海が怖すぎる。だから私はごちゃでタイタニック の曲を聴きながらご飯なの。海が怖い、ね、バカにしないで、してないよ。セリーヌ・ディオンをバカにしないで。そうだよ、セリーヌ・ディオンだぞ。ありがとう、嬉しい。アナちゃんの見てた。おお、あ、ありがとう。最近風邪ひいてちょっと痩せたと思ったのに、横顔きれい、優しい、ありがとう。細いのになびちゃう。そうだよ、違う、顔から太い、なんか元から細いけどさ、うん、痩せたよね、マジで元から細いのに。聞いてる、ナギアルマゲドン、うん、ありがとう、お化け。いや、私ね、本当にね、太るとねアンパンマンみたいなことになる、ね、でマジで多分私、ナギと太り方一緒だと思う。いいな、でもその太り方は一番嬉しい。顔からまずブク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 。あ、ナナチ、あ、ナナちゃん、あ、あ、あ、泣く、待って、待って、ね、泣かないよね、泣かないよね、なんか今日グルメ、大丈夫、どっちだ、泣かないで、待って、先輩の顔とかできるから。後輩にしようって後輩がもし私にね、うん、私が先輩になるじゃん、ご規制が入ってきて、うんうん、じゃあもし挨拶するときに嫌な顔をした時の顔をします、うん、はい、これです。もうみんな怖がると思う。え、待って、やばい。やばい、先輩しなくて、なんとかないんじゃん。そっか、なんとなくない。この顔見て元気出して、ななちゃん元気出して、なんなんだ、ちょちょダメだよ、ダメだよ、自ら歌わないで、著作権だよ、ちょちょ絶望絶望だよ。ねえ、うるさい、本当に黙りなさい、みんなまとめてバンされよ。やだやだ、私はバンされたくないよ、うん、私もされたくないよ。そうそう、私今すごい姿勢で配信して、映していい、いいよ。
ちゃんです。ももちゃんです。パワハラ。もうさ、私イベントが本当に辛すぎて気になるんだって。じゃあ私がいたいよ。ももちゃん、あの顔面だけあのこうやって3時間ずっとこうやってこういう配信しようかなって思ってて。ダメだよ。しかもずっとなぎちゃんっていう配信しようかな。私がせっかく、いや、ももちゃんが一発芸絶望が手招く。誰もコメントしてくれない。ももかのこと嫌いなの。ももかのこと嫌いなの。好きだよね、みんな。そうなぎちゃんがね、なんとかまだ喉がちょっと本調子じゃないみたい。でも歌ってるけどね。歌ってないけどノリノリで歌ってるけどね。説得力がなくなるよ、めっちゃいい声で歌ってるから。ありがとう、全然頑張ってね。ありがとう、頑張ってね。大好きだね。ありがとう。懐かしいね。そうだよ。仲良くならないつもりだったのに。なんでそんな、なんかさ、ちょっと悪そうな顔しながらさ、もーちゃん愛してまーすって。え、なんかもーちゃんちょい怖いって言われてる。ねえ、私怖くないよね。そうだよ、めっちゃ優しいよ。私本当に優しいのに。人の心が。そうだよ、私今どんどこの勉強してんだから。また後で。全然頑張るね。ありがとう。ありがとう、ペンライトも。あ、男女も。あ、男女見ましょう。男女見ます。私が13位って言うから続けて言ってください。ね、聞いてるの。私が13位って言ったら。私が言うから。行くよ。はーい。待って、これ読めない。ね、待って、読めない、これ。これなんて読めない。連冠、連冠帳。本当わかんない。両、両経理。十三位か。両経理。本当にわかんない。私もこれ。これ何？そういうのね。ふにゃふにゃふにゃ。ふにゃふにゃふにゃ。ありがとうございます。十三位。ふにゃふにゃふにゃ。ありがとうございます。いいよ。今度読み方教えて。待って、本当にダメだよそれは。え、どうしようこれ。ニホニホニホ。ちゃんと読める名前にして。どうしよう。読み方聞いて、読み方。十三位の方なんて言いますか。抹茶抹茶。抹茶抹茶ね。どんな頑張るの。止まった。やば。じゃあそうします。13位にゃほにゃほにゃほにゃ。あと台湾さん、ありがとうございます。名前一人で読んでください。13位ぶんちゃんさん。13位リアさん、ありがとうございます。12位グリーンティーさん。スパローさん、アンドさん、ありがとうございます。11位佐藤ハブオさん。ビッグラブコさん。ゆるやすみさん、ありがとうございます。ビッグラブコさん。10位ジャッジーさん。七福山六辺さん。ゆきりん五五さん。ありがとうございます。ありがとうございます。9位まるちゃんさん。ワンワンさん。チョラッペさん。なんか笑う。ありがとうございます。ありがとうございます。8位かずすけ D さん。やまありさん。テクテクさん。ありがとうございます。かわいい。かわいいね。7位ラルクさん。パックさん。しゅんさん、ありがとうございます。6位ダイさん。イケメンさん。ポメラニアンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、ももちゃんが積もった。いくよ。いって5位。5位まりのみさん。しゅんさん。大関さん、ありがとうございます。絶対同じ人です、これは。4位タムムさん。新潟カズさん。コミュニストさん、ありがとうございます。3位トシオエジさん。アイナちゃん。セッテンガーさん、ありがとうございます。2位デラペンペンさん。トッパキューさん。キューパさん、ありがとうございま す。そして1位がタクゾウさん。メープルナウくん。オトボケさん、ありがとうございます。みんなありがとう。ありがとう。また終わったら来るので。はい、めっちゃ可愛いナナちゃんを今から見せてあげます。かわいい。待ってた。かわいい。では前座です。行ってきます。バイバイ。みんなバイバイ。みんなバイバイして。みんなバイバイして。バイバイして。みんなバイ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 バ
頑張ってる。